末森城の戦いは、天正十二年九月九日に、野戸国末森城で行われた工場戦である、末森の合戦とも言う。天正十二年、橋場秀吉と織田信夫、徳川家康連合軍が小牧長久手の地で退治した。それにこうし、織田徳川連合軍に味方した、腰中国の笹成政は、八月二十八日に、 橋場方の前田利家の朝日山次郎を吸収。前田家家臣の村井長寄りがこれを撃退する。9月9日、成政は、利家の両国である、加賀国との都国の分断を図るべく、放奪山を越えて、坪三歳に婦人し、総勢1万5000人で末森城を包囲する。利家の増援軍を警戒し、陣母縛りを北川尻に置いて、警戒に当たらせた。 9月10日、戦闘が始まると、上昇奥村へ吹く、千秋半馬皿の牢城軍1500人が、牢城戦を展開。戦況は、佐々軍が有利であり、前田方の城代と一木茂が討ち死にするなど、落城寸前にまで追い込まれる。金沢城にて急報を聞いた、前田敏家は、兵2500人を率いて出陣。高松村の農民、 桜井三郎左衛門の案内により、佐佐軍の手薄な海岸路に沿いながら北川尻を越えて、今浜まで進軍する。9月11日明け方には、末森城に殺到する佐佐軍の背後から攻撃し、これを破った。両軍ともに750人余りの死者が出たとされる。佐佐成政は、越中国に向けて退却するが、途中で無人であった鳥越城を占領している。 以降、成政は守備を固めて主政に転じた。前田利家は両国の防衛に成功し、小牧、長久手の戦いで政治的勝利を収めた橋場秀吉と協力し攻勢を強めていく。ありがとうございます。